姫路駅。姫路駅は、兵庫県姫路市、駅前町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本の駅。姫路市の中心駅である。東駅より、神戸駅方面、東海道本線大阪方面には、JR 神戸線の愛称路線名が設置されている。姫路市の中心駅として、在来線、山路線と新幹線が乗り入れるターミナルとなっている。 兵庫県で最大の駅舎、駅ビルを持つ駅でもある。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、姫路市内に所在する山陽本線の姫路別所駅、網星駅間の各駅を管轄している。山陽本線を所属線とし、万丹線、姫新線及び新幹線である、山陽新幹線の合計4線が乗り入れている。 万丹線と姫新線は東駅を起点としている。かつてはこれらの路線のほか、日本国有鉄道、国鉄の万丹線、東駅以南の通称、鹿間港線と山陽本線の貨物支線が乗り入れていた。山陽本線、JR 神戸線の駅番号は JRA85、事務官コードは61619、東駅より下りは駅番号が設けられていない。 当駅では通常、山陽本線上り方面を JR 神戸線、路線相性がない下り方面を山陽本線と呼称しているため、以降はこれに従い記述する。当駅が山陽鉄道によって設置されたのは1888年、暮れと全国的に見ても初期の部類に入る。この頃の駅は市街地を避けて設置されることが多かったが、当駅の場合市街地のすぐ、 南隣、外堀の南側の田畑の上に作られた。この当時姫路城内には陸軍府標第10連隊が設置されており、このことによる必要性もあって市街地に隣接して設置されたと思わる。これは姫路市街の発展に大きく寄与することとなった。なお翌年、当駅で日本で初めての本格的な駅弁が発売されたとされる。1894年から、 万丹鉄道、後に、山陽鉄道に合併され、現在は、万丹線が東駅に乗り入れるようになる。道線は、音陽連絡路線であると同時に、陸の銀山の銀を運ぶ役割もあった。姫新線の接続は遅れて1930年で、ある。1958年に、明石駅から東駅までが電化され、東京方面からの列車はここで、電気機関車から、 上気機関車への付け替えを行っていた。その名残か、高架化前の当駅の古線強化には、多数の洗面台があり、旅人が顔を洗う光景が数多く見られていた。さらに1972年には、山陽新幹線の岡山駅までの開業で、新幹線の駅が設けられ、東京方面と日帰りできるようになった。近距離輸送では、1923年8月19日には、 鹿間駅、高砂駅経由の本格的都市間高速電気、鉄道、インターアーバンである神戸姫路電気鉄道、現在の山陽電気鉄道が、明石駅当駅間で開業。以後長らく、神戸までの輸送は、新規電鉄宇治川電気山陽電鉄、大阪などへ向かう、長距離客は、国鉄という住み分けがなされていた。第二次世界大戦後、 山陽電鉄が1948年に日本における戦後初のロマンスカーとして記録される820型を投入、快適な接客設備によりシェアを拡大した。これに対抗して国鉄は C62 型などの牽引機を例外的に東灘信号場、現在のマヤ駅で転向するという無理をして、神戸駅東駅間で列車増発を実施、従来の住み分けが、 徐々に崩れ始めた。九百五十八年の山陽本線西明石駅、当駅間電化で四十分間隔になり、九百六十八年の神戸高速鉄道開業と同時に、国鉄線も毎時日本に増発された。九百七十二年の山陽新幹線の岡山駅までの開業に伴って、新快速への百五十三点一六五系の転用が実施され、 さらに1973年のダイヤ改正で、東駅発着の新快速の増発、毎時日,日本へ、が実施されるまで、急行券を必要とするにもかかわらず、大阪駅東駅間で、国鉄急行の利用実績が高かったことが、示すように、神戸一島への直通客、特に対大阪方面の輸送実績については常に、国鉄が圧倒的優位に立ってた。この状況は、 料金、所要時間の問題もあって、山陽電鉄の阪急六甲駅、阪神大石駅への直通乗り入れと、高速神戸駅での大阪方面への同一、ホーム乗り換えを実現した神戸高速鉄道の開業をもってしてもることはなく、オイルショック後は、沿線の工業地帯が大きなダメージを受けたこともあり、山陽電鉄の輸送実績は1970年代、 前半から後半にかけて大きく低下した。さらに、1980年から国鉄側は老朽化した153系、165系の代替用として117系を新快速に投入、本格的に新機関のシェア拡大を図るようになり、1986年11月1日に新快速は全てあたり駅発着にな、 221系投入後はさらに利用客が増加した。1995年の阪神、淡路大震災は、姫路駅にも重大な影響をもたらした。駅に地震の直接的影響があったわけではないが、震災によって分断され、当駅止まりとなった山陽新幹線や神戸市内で、断絶した J 神戸線を迂回するためのルートとして、万端線が用いられ、 姫路駅は道線あるいは JR 神戸線の開通区間に乗り換える博多方面との間の乗客で大変に混雑した。姫路市とその周辺地域はモータリゼーションの進展が激しく、当駅の乗客数は昭和40年代頃をピークに一度大きく減少している。昭和50年代半ばに底を打ち、以降は蒸気のような積極構成もあって、 ピーク時の水準以上にまで戻している。しかし山陽姫路駅側はピーク時の半分以下と大きく落ち込んでしまった。また、三通りをはじめとする姫路駅前の商店街は郊外型店舗に客を奪われ苦しい状況である。かつては当駅にも貨物設備が存在していた。北上する万端線の東側にコンテナホームや有害者用車扱い貨物ホームがあり、 鉄道貨物輸送の拠点となっていたが、設備の老朽化や市街地に位置することにより設備が小規模であることから、郊外に新設した姫路貨物駅へ機能を譲渡し、廃止された。また付属設備として、姫路創車場及びターンテーブルと線形庫を要する姫路機関区や姫路客貨車区が設置され、鉄道病院も駅南側に設置されていた。 連続立体化工事の際に、高架ホーム予定地や地平ホーム跡の発掘調査を行ったところ、奈良時代の遺跡、東府町遺跡と命名されたが発見され、和道開鎮や、漆紙文書など、多数の遺物が出土している。2017年9月18日より、中央改札口の有人改札の幅が狭く不便で、あることから、中央改札口のリニューアル工事を開始。 案内板も主要駅などで見られる黒字の視認性の良いものに取り替えられ11月18日に改札口のリニューアルが完了したまた駅南側の広場の工事が行われている1989年から姫路駅とその前後区間において在来線の連続立体交差事業が行われたその後1995年8月6日より高架化工事が 本格的に開始され、2006年3月26日に JR 神戸線、山陽本線のホームが、2008年12月22日に万丹線、姫新線のホームが高架化された。在来線は、島式ホーム3面8線、このうち2線は行き止まり及び下り通過線1線、新幹線は、島式、相対式ホーム2面3線及び上下通過線の、 構成となっている。在来線の上り通過線はないので、上り通過列車、貨物列車は5番乗り場を通過している。コンコースの乗り場案内表では、蒸気のように案内されている。このほか、寝台特急、サンライズ瀬戸、出雲が、下りは8番乗り場、上りは5番乗り場に停車する。当駅でスイッチバックを行う特急、浜風は、大阪方面行きが万端線乗り場に、 木の先温泉方面域が山陽線乗り場に停車するため乗車する際は乗り場を間違えないよう注意が必要である。全長350メートルの島式ホーム1面4線、1から4番乗り場と全長320メートル、15両編成対応の島式ホーム2面4線、5から8番乗り場、合計3面8線のホームを持つ。 1>, 1から4番乗り場は一つのホーム上にあり、2番乗り場は大阪側、南側の切り欠きホーム、3番乗り場は岡山側、北側の切り欠きホームである。1.4番線はスルー式になっており、姫新線と万端線を相互に直通することが可能。ただし、現在は直通する定期旅客列車は設定されていない。このため1番線の西側は、 万端線車両の留置線としても利用されている。2番乗り場の岡山方には4番乗り場へ進入するための渡り線がある。また、山陽本線上り線岡山側から4番乗り場への進入が可能であり、夜間に貨物列車1本が4番乗り場を通過している、上り最終列車などで5.6番線が埋まるため。なお1から4番線は全て電化されているが、下線は、 構内の西側で終端となっている。これは、姫新線が非電化で電気を必要としていないためで、ある。大阪側の上り線と下り線の間に留置線、全長320メートルが4線付設されており、あい方面からの列車の折り返しや、万端線、姫新線の列車留置に使われている、岡山行き列車はここで、夜間停泊する。 大阪方面からの当駅止まりの列車は、6番乗り場に停車して、直接折り返す列車や、一時留置線で留置後に上り、列車として、折り返したり、網星総合車両所や隣の阿賀保駅まで改装される、列車もある、等で、万端線に使用される221系が2番線で、夜間対白を行っている。岡山方面からの折り返し列車は、直接7番乗り場に入ることもある。 2.4から8番乗り場のいずれからも留置線上のベイルは可能であるが、2.4番乗り場からは1番北側の1番留置線にしか入線できないような配線となっている。6番乗り場と7番乗り場からは、全方向、姫新線、山陽本線、万丹線、JR 神戸線への出発が可能となっている。ホームには一面に1カ所ずつ、計2カ所の待合室が設けられている。 内部の座席はすべて南向き、姫路城とは反対向きで、冷暖房完備。ただし、他駅と異なり、車椅子スペースの折りたたみ座席は設けられず、空きスペースとされている。JR 神戸線、山陽本線のホームは、青春18切符シーズン中には、大阪方面、または岡山方面への乗り継ぎを行う旅行者で混雑する。5.6番乗り場。 7.8番乗り場のそれぞれ中ほどには駅そば屋が設けられている。かつての地上駅時代には93.4乗り場、96.7乗り場の中ほどや931から33乗り場の生誕でも駅そば屋が営業していた新ホーム以降に伴い営業終了、撤去された駅そば屋については後の駅そばの部分も参照。また乗り場の東端にはカレー屋もあったが こちらも営業を終了した。5から8番乗り場では、駅員が赤旗を振ることによって、客扱い終了表示を送っている。なお、万端線は、福知山支社の管轄路線であるが、当駅自体は、神戸支社管内となっているため、当駅の上り場内信号機を、支社境としている。当駅で使用されている接近メロディ、サザナミは、 1997年2月16日から JR 神戸線、山陽本線、東駅愛生駅、上郷駅、阿こ線、愛生駅、万州阿こ駅の駅で導入されている。2015年3月12日からは温室調整をしたものが使われている。東駅ではさざ波に加え列車接近表示器からメリーさんの羊と草競馬が流れる。 2016年3月26日に1から4番乗り場と5から8番乗り場の間に中間改札が設けられた。万丹線、姫新線 JR 神戸線、山陽本線の相互の乗り換えには中間改札を通過する必要がある。改札外から直接1から4番線側に向かうことはできない。停車する電車は種別を問わずドアが半自動扱いとなり、 ドアの横のボタンで開閉し乗り降りする。ただし、当駅到着後に、改装扱いになる電車のみ、到着時にドアが自動で開く。16両編成対応の11から13番のり場、山陽新幹線は島式、相対式2面3線の高架ホームで、11番乗り場と12番乗り場の間に2線の通過線がある。また、11番乗り場と在来線の高架の間に、 線路をもう一線増設して二面四線とすることが可能なスペースがある。基本的に、新大阪、東京方面の列車は11番乗り場を、岡山、鹿児島中央方面の列車は12番乗り場を使用する。ただし、当駅始発の東京行きの、のぞみは12番乗り場から、前日の夜に到着した、東京、のぞみの折り返し運用のため、2013年の ダイヤでは7時台の東駅始発の岡山行き、小玉の十3番乗り場から発車していたが、2015年のダイヤ改正より21時台の光も使用する。また、事故や大雨、大雪などに起因するダイヤ乱れなど緊急時の列車退避に13番乗り場を使用する場合がある。2015年3月14日、ダイヤ改正からは21時台前半に、 光443号が望み121を退避していたが、新幹線のホームが通過線を挟んでいる駅としては珍しく、停車列車同士の退避であった。この退避は2017年3月4日、ダイヤ改正で、光443号の新大阪駅発が望み121号の3分後になったため、解消されている。 13番線は1990年3月10日から1991年3月15日、及び2000年3月11日から2003年9月30日にかけて、東駅広島駅、博多駅間に設定されていた小玉の折り返し時に使用されていた実績が、2018年ダイヤ改正から姫路駅発博多駅の小玉が設定され、13番線から発車する。 2018年5月より運行が始まった、臨時、光レールスター577号姫路発博多駅も13番線から発車する。臨時、光レールスター576号博多発姫路行は、姫路駅手前で渡り線を通って、下り本線を逆走し、13番線に入線する。その後回送となり、岡山方面に折り返す。なお、 外部と新幹線とで直接出入りできる改札口は存在しないため外部から新幹線を利用する際には必ず在来線の改札口を通る必要がある特にエクスプレス予約サービスで新幹線の切符を予約し EXIC カードで乗車しようとする場合そのままでは新幹線の改札も在来線の改札も通過できないためまず在来線の改札口で 駅係員に申し出て、専用の入場証を受け取り、新幹線の自動改札機に入場証を投入した上で EXIC カードを読み取らせる必要がある。ただし、交通系 IC カードを所有している場合、在来線の自動改札機を交通系 IC カードで通過し、新幹線の自動改札機を通る際に EXIC カードと交通系、 IC カードを重ねて読み取らせることで入場する子が可能である。13番線は夜行新幹線計画の時に整備され、予備の対比駅として、西明石駅、愛い駅が建設された。JR 山陽本線等、姫路駅付近連続立体交差事業として、当駅を含む山陽本線、万端線、姫新線の高架化をび、貨物基地、車両基地、 保線区の移転などが行われた。山陽本線区間は、事業区間四千二百六十メートル、神戸起点五十二点六九零キロメートルから五十六点九五零キロメートルのうち、森地区間が九百三十六メートル、駅東部三百十六メートル、駅西部六百二十メートル、高架区間が三三千百二十四メートルである。万端線区間は、 事業区間は1036メートルで、全区間が高架区間、姫新線区間は、事業区間が1333メートル、森土区間395メートル、高架区間938メートルである。事業費は632億円とされた。これの付帯事業として、万端線第一期連続立体交差事業が行われ、1984年10月1日に、 先行竣行している。在来線の高架化事業開始までは、島式、相対式三面十一線のホームとなっていた。姫新線は一番線、西一番線、後に零番線、番端線は東一から三番線、後に三十一から三十三番線と呼称されていた。これらは中央改札口を挟んで、すべてが地続きになっており、駅ビルと直結していた。 また、山陽本線の堀は3.4番線、道下りは6.7番線、2.5番線は、通過線でホームは、なしとなっており、鹿間港線は7番線生端を切り替えた西7番線を、使用していた。さらに7番線と新幹線の高架の間には、留置線が12線付設されていた。連続立体交差坂の基本構想は百七十三年に、姫路市から発表されたが、 当時は、貨物駅や軌道車区があり、山陽電気鉄道本線の高架橋とも干渉するため、工事は難航し、着工から長い年月を費やすこととなった。新幹線高架に沿って、在来線高架を建設するスペースを年出するため、貨物駅の移転と在来線ホーム南側の留置線の移設を行う必要があった。年月日に、 貨物駅は姫路貨物駅として、また姫路鉄道部、機動車区は姫新線余丸駅、大地駅間に移転したことにより、1995年8月6日から工事が本格着工した。貨物設備と新幹線効果の間に位置していた JR、神戸線下り線を貨物設備撤去によって捻出したスペース、道上り線のすぐ南側に移設した。 年出したスペースに在来線降下及び留置線7線の建設を行い第1段階として1997年2月16日に駅東側から現在の東姫路駅付近までの部分で高架切り替えが行われたその後も駅高架部分の建設が行われ2006年3月26日には JR 神戸線山陽本線のホームが高架化されたが 万丹線が高架化されるまでの間は、駅構内で万丹線との接続ができなくなった。このため、万丹線で使用されている103系の道駅、阿保市総合車両所管の改装、万丹線から阿保市方面に入れないため、一度放電駅、東加古川駅まで行って折り返したや、特急浜風の万丹線乗り入れのために、駅東側の高架以前の JR、 神戸線上り線を利用して、万端連絡線が付設されていた。その後、2008年12月22日に、万端線、姫新線のホームが高架化されたことより、すべてのホームが高架になった。山陽電鉄線も鹿間高線の路線跡を利用しての高架切り下げが行われた。2011年2月末に、旧姫路駅ビルが閉鎖し、取り壊された後、 旧地上ホーム跡地に新姫路駅ビルなどが改築されている。南北の自由通路を兼ねた中央コンコースと改札内の在来線コンコース、2階新幹線乗り換え構内の新幹線コンコースに分かれる。改札口は在来線コンコース西側岡山より中央コンコースとの間の中央改札口と在来線コンコース加古川よりの東改札口の2カ所となっている。 在来線コンコース内には、他駅より大きめのデイリーインが作られ、通常の弁当や雑誌の他に、姫路のお土産などが売られている。また、回転焼きで有名な魚座港や牛丼の吉野屋なども営業を始めている。新幹線コンコースでは、お土産やお土産楽士や、招き食品が運営する、招きダイニングが営業をしている。 また、愛国家対応のロッカーも設置されている。新幹線改札内には、姫路市白浜の松原八和田神社の周期例大祭で行われる奈良の喧嘩祭りに使用される松原屋台が展示されている。以前は、南口の二階部分に新幹線用と在来線用の改札口が別々に設けられていたが、JR 東西線開業後の在来線の自動改札過後に、 新幹線用は使用停止となり、在来線自動改札を通ることで、乗車券に乗車情報を読み込ませるため、在来線用も2005年4月17日に2階から1階に、南中央改札口、現、中央改札口として移され、元々の南口は閉鎖された。さらに北口から新幹線改札までは、従来は個線橋を利用することで行き来することができたが、 高架工事の進展に伴って、古線橋が一部撤去され、現在の新幹線口地が作られた。従来は、今より、東側の位置から侵入する形となっていた。その部分はシャッターによって、古線橋と接続していた部分が閉鎖されているが、JR と兵庫県警鉄道警察隊が、事務用としてそのスペースを使いしている。姫新線と万端線の高架改善は、 北側出口は駅デパートに直結する地下改札、2階改札も含め、従来の改札を引き続き使用することとなり、駅ビルまでの仮設通路が設けられていた。効果の完成に伴い、従来の北側出口側の改札は、地下改札や2階改札も含めて撤去となり、北側出口側からは新婚コ,コース側への自由通路を通って、 新婚コ,コースの中央改札口へとアクセスする形になっている。従来の中央改札は撤去されて通路として開放されている。初代の姫路駅ビルは1959年11月に日本で23番目の民衆駅として竣工したものである。商業部分は姫路駅デパートとして開業し、1983年のリニューアル後は、 フェスタと改められた。服飾、書店、飲食店などのほか、映画館、診療所、屋上遊園地なども入居、設置されていた。旧駅ビルは建て替えが進められ、まず、2010年3月末に、姫路市営バスが民間移動し、千葉スターミナルに商業ビル、姫路フェスタ南館を建設、初代駅ビルのテナントを移転した後撤去された。 旧ホーム部分に、新駅ビルを建設、既存の硬化した施設、プリー、プリエ姫路を合わせ、パイオレイ、ピオレ姫路に名称を統一し、2013年4月28日に、プレオープン、4月30日にグランドオープンとなった。なお、初代駅ビルの跡地は、サンクンガーデンなどに整備された。また、駅地下街、フェスタガーデン、フェスタガーデン、 旧姫路駅デパート地下名店街は2011年2月末から改装のため閉鎖し、2013年3月28日にグランドフェスタ、グランフェスタとしてリニューアルをオープンした。2015年平成27年10月30日、姫路駅北駅前広場及び大手前通りが2015年度グッドデザイン賞、特別賞、地域づくりデザイン賞を受賞した。 2013年6月15日に、ピオレ姫路とキャスパ、山陽姫路駅ビルを2階で結ぶ長さ114メートル、幅5メートルの長房、連絡デッキが開通し、同年12月12日に、サンクンガーデンは、キャッスルガーデンに、長房デッキは、キャッスルビューと、相性が決定された。2017年、 平成29年度の1日平均乗車人員は5万1669人で、これは JR 西日本の駅では第14位である。姫路市統計要欄、姫路市企画調整局情報化推進室、編及び兵庫県統計所によると、年間乗車人数及び1日平均乗車人員は以下の通りである。駅の北側は、城下町時代からの市街地で、 南側は戦後発達した市街地である。東側では姫路総車場跡地の再開発が行われている。姫路市役所へは手柄駅、山陽電気鉄道本線が最寄り駅。平成25年頃から行われた駅周辺整備事業によって北口周辺と北へ向かう姫路市道中に所前線まではトランジットモール化されて歩道が広がり一般車両の 侵入が不可になった。この事業は平成27年度国土交通省近畿運輸局交通関係環境保全有料事業者等表彰を受賞した。駅前北ロータリーには与戸イと塩作の希望と題された銅像が1985年6月に設置されていたが駅周辺の整備に伴い銅像は姫路港の姫路ポートセンター広場に移設された。かつては 姫路市交通局による姫路市営モノレールの姫路駅が新規バス北ターミナル付近に仮設されていたが、1979年に廃止されている。駅構内に観光案内所、通称姫路観光ナビポート、JNTO 認定外国人観光案内所が併設されていて、英語での案内やレンタサイクルなどの案内が行われている。先日のように、 日本で初めて折詰幕の内弁当を駅弁として発売したことで知られている。これを販売したマネキは今日では地元外食企業、マネキ食品として多種の駅弁を販売しているほどある。昭和40年代頃まで駅弁の立ち売りが行われていた。イベントなどで立ち売りが復活することがある。主な駅弁は下記の通り。 この駅の名物として名高いのが、駅の立ち食いそばである。マネ食品が営業する立ち食いそば、うどん店で売られている駅そばは、つゆは、うどん等と同じながら、乾水を用いた中華麺を使用した、いわゆる、木そばである。このような駅そばはあまり例がなく、旅行者の間では、姫路のそばと呼ばれ、親しまれている。1949年。 昭和24年10月19日に販売開始。姫路の駅そばは、他業者の製品が地元スーパーでも販売されているなど、完全に地元に根付いた存在となっている。販売方法は、基本的に食券を購入して注文する方式、トッピングの具材も含むで、メニューは、以下の通り、販売が終了したものも含むである。午後2時から午後5時までは、 タイムサービスとして、駅そば、天ぷら、きつねが割引になる。現在、食券の自動販売機の一部は、愛国家対応のものになっている。汁は、関西では珍しく濃いめの色であるが、味付けは、昆布だしを使った、淡口の醤油味となっている。なお以前は、普通の日本そばを使用した、和そばや、冷っ掛け和そばも販売されていた。通常関西では、そばより、 うどんの方がよく売れる傾向があり、当駅でうどんも販売されているものの、完全に駅そばが優勢であり、売店にもうどんの方はお時間をいただく場合もございますと、乗り紙がされている。乾水を使ったのは、戦後すぐの冷蔵庫のない時代に開発された際に、麺の保存性を高めるためである。これ以前は当時当製品であった小麦粉の代わりに、 そば粉とこんにゃく粉でうどんのようなのを作っていたが、長持ちしないことから、試行錯誤の末、乾水を用いた、独特のメインへと至った。販売開始当時は立ち売りで、丼鉢は、出雲いまいち、現、出雲市より仕入れ、店の従業員が列車で出雲まで直接買い付けに行き、列車で丼を運んで、姫路に到着後すぐにそばを販売していた。当時の価格は、 どんぶり大込みで50円であった。あとに、山陽本線、万丹線各ホーム上の売店での販売へと移り変わった。高架会後の改札内では、山陽本線上に各線のホーム上の売店、新幹線上高口前の軽食堂、招きダイニングで営業しているほか、姫路駅近くの商店街、商工筋や加古川駅、改札内からも利用化。 東海道本線の元町駅にもこのそばを売る、招き食品の店がある。容器は当初の瀬戸物から昭和40年頃に現在の薄いプラスチック製となった。車内持ち込みは国鉄時代は可能であったが、現在は車内美化維持のため持ち込めが禁止されており、売店にも持ち込めできない胸の張り紙がされている。ファンも多く、姫路出身の松浦彩は、 過去の担当番組、松浦綾のオールナイト日本の中で、姫路名物として取り上げたり、サクサクのコーナー、駅そばキングでも紹介されている。過去に一度、関東地方で売り出した時期もあったが、人気が得られずに撤退。しかし、2000年代においては、関東から味わいに訪れる人もおり、密かな人気が存在している。2009年4月22日からは、大阪。 梅田の阪神百貨店、地下 1F スナックパークでも、姫路名物駅そばとして販売されている。また2010年5月には、日清食品が、駅そばのカップ麺版を、招きの駅場として、近畿地区限定で発売しており、以後も、定期的に再販されている。同様の中華麺と和風つゆとを組み合わせた立ち食いそばとしては、新潟県の直江津駅、沿三条駅の、 和風中華がある。こちらの麺つゆは、関東風の濃い口であり、駅構内店舗だけの限定メニューとなっている。また、関西圏では、学生食堂や社員食堂などにおいて、駅そばと同じような中華麺とうどんだしを組み合わせた麺類メニューを、そばと称し出しているケースも少なくない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。